UVB ライトってね、通称売ってるやつはね、UVB と UVA の混合で売ってますわ。うん、混合ライトでね。で、これをね、うん、いいことじゃない。12時間照射するのとさ、日光浴、まあ30分ぐらいと一緒ぐらい。そんなに？そんなに。あ、そうなんですか。はい。あと UVB 単独っていうのも売ってますよ。あ、はい、うん、でもこれはね、 UVB ライト単独はねちょっと高すぎるね。3万ぐらいしますよ。あ、でまた UVB 単独だからちょっと人間には害があるから、紫外線ライト、はい、だからまあ一般家庭で使うんだったら混合のやつ、混合のやつだと1万円しないで何千円で売ってますから、はいはいはい、そう、こういうのを使った方がいいかなと思って、使うんだったらね。でも日光浴のまあそう30分、10分から30分と、うんうん、12時間ぐらいだとほぼイコールだって、はいはいはい、そういう感覚ですよ。だから日光浴できるんだったらまあその時に変わんでも、ただの保温球とかね、うんうん、あと温めるのもね、なるべくライトで温めるよりもね、床暖で温めてほしいんですよ、はい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 、その方がいい、下から温かい方、だからこうペットヒーターとかカイロとかを下に引いてもらって、なんか覆ってもらってね、あの夜から朝にかけては、これからね、昼間あったかくても夜から朝が冷えてくるじゃないですか。それで体調崩しやすいんでね、夜は保温してもらった方がいいかなと思います。ということで、だからで、あとこのライト使うときは外が明るいときだけ使う。朝からつけといて夜暗くなったらもう消してほしいんですよ。そうそうそう、その外、うんうん、外のその日照と合わせて使って、うん、夜中に使っちゃダメ。そうすると体調が崩れるじゃないですか。そうなんです。で、1週間に2日とか3日でも大丈夫なのかな、これから冬になると、うん、大丈夫です。ここのところ毎日出てるんですけど、あのできる範囲で結構です。あ、はい、で、あんまり寒い時は本当30秒ぐらいで閉めちゃっていいですからね。あ、はいはいはい、日に当たるとこ窓開けといて、うん、まあ、部屋はちょっと暖房しといて、うんうん、見てればさ、寒かったら体膨らますじゃないですか、うんうん、そしたらそこで無理して日光浴しなくても閉めちゃって、この子だけはこのビニールのカバーして網戸越しにやったりとかすることもあって、うん、他の子はベランダの外とかはできるんですけど、ただガラスとかさ、プラスチックは UVB 通らんからね。あ、はいはい、普通の網のケージでやらんといかんですよ。はい、ケージでやってます。はい、はいはい、じゃあサンプルあったからこれじゃ使ってください。ありがとうございます。で、これ先生両方やってもいいですかね。両方やってもいいですね。ペレット食べるんだったらどんどんペレットやってください。どうしてもペレット食べない子はパウダーをかけると、うん、あ、はい、そういう感覚です。はい、わかりました。このペレットを探しに行こうかなと思ってたんですけど、電検査ってどのぐらいの割合でやってった方がいいのか。まあ、寄生虫がもしいれば月1でやった方がいいけど、いなければ、うん、半年に1回とか3ヶ月に1回とか、それぐらいでいいんじゃないでしょうかね。来年、はい、ただし見て明らかにおかしいなっていう分ね、すごい大きくて固まってるとかさ、ちょっと柔らかいなとかね、うん、そういう時はした方がいいと思いますよ、はい。今本当数増えて あちこちピピ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 
はい、あちょっともっと小さいから、はい、あって真ん中に資源がちょんと乗ってると、はい、そういうウンチは割といいウンチですから、はい、これがだから反対に大きくなっていくと、はい、色がちょっと緑の色が薄くなっていくとかね、はいはい、そういう時の弁はちょっとおかしいから調べてもいいかもしれません。はい、わかりました。はい、よろしいですか。じゃあお薬とサンプル今渡しましたもんね。はい、はいはい、健康チェック表出してもいいですかね。もう一枚あ、ください。はい、はい、もしよかったらあのコピーするかノートを作ってくださいね、はい、今日は一枚出してきますんでね。はい、はい、お願いします。